イェーイ勝った勝ちましたね日本ね。はい、侍ジャパンが、まあ、優勝したっていうことでおめでとうございます。はい、まあ、韓国に勝利したですね、侍ジャパンにですね、違反殺到されていて、違反する人がいたんですね。まあ、そうですね、ハングルの文字はね、いっぱいいましたね、まずね。はい、はい。まあ、 批判殺到っていうより、なんであいつらが勝つんだ勝ったんだよっていう、まあ僕はもう日本が嫌いな国ですから、それで、まあ殺到したっていうのもあるのかもしれませんけど、一方でですね、なのにも関わらずですね、日本にもね、批判殺到されてたんですね。なんで侍ジャパンが勝ったんだよ、日本人だけど、日本人だけどとか言ってて、 はい。<laughs> 残念でしたね、とか言っていた方もいましたね。はい。前、前にね、サッカーでなんか、共産党の方だったかな。議員さんがですね、残念でしたねって言ってるのを思い出しましたね。はい。まあ、それで、そのそれと似たやつ、パク、パクリなのかわかんないんですけど、わざとね、残念でしたね、みたいにね。はい。<laughs> 言っていた方もいましたね。本当にね、こういうこと言う人、本当にね、残念な人だなと思いましたね。 はい。まあ本当にね、侍ジャパン、おめでとうございます。本当に。もう一度言いますけどね。はい。もう一度いたかな <laughs> もう行き、言っていた、ど、行っていたのか行っていないのかもう本当に忘れてますね。本当に、僕すぐ忘れる方なんですよ。はい。さっきやっていたことを、忘れることがあるんですよね。まあ、あの、朝早までもないと思うんですけど、 はい。病気でもないと思うんですけどね。僕、忘れやすいタイプなので。はい。まあ、そういうことなんですね。はい。まあ、というわけで、今回の話はですね、侍ジャパンの、あ韓国に勝ったですね、侍ジャパンに批判殺到するっていたことについてのね、お話でした。ご視聴ありがとうございました。ご,ご,ご視聴ありがとうございました。では、失礼します。